はい、皆さんこんにちは、早速ですが、しごく今日のお話は何でしょうか。はい、外資に転職するならスタートアップかまたは大手企業かっていうところのトピックをお話します。この動画は専門職バイリンガル人材の転職支援をしているタリスマン株式会社が制作しています。スタートアップから大手の外資系企業、日本初グローバル企業の面接を成功させるためのアドバイスなどを提供しております。最新のマーケット情報を大事な場面で失敗をしないためのポイントなどをご紹介していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは早速ですが、しんごくんよろしくお願いします。はい、外資系に転職するならスタートアップか大手企業かっていうお話なんですけども、結論から言うとそれぞれの候補者様のご志向に合わせて選択していくのが一番かなというふうに個人的に思っています。っていうのも、例えばスタートアップ、日本法人立ち上げからまだ間もない1年未満だったりとか、これからビジネス立ち上げのフェーズだったりすると、企業にもよりますけども、10名以下だったりとか30名以下っていうような少数精鋭のチームっていうのも あると思うんですね。でやっぱりそういうところですと、自身の裁量っていうところはかなり大きくなってきます、必然的に。っていう意味ではやっぱりそのご自身の成長だったりっていうところは、スタートアップの方が成長スピードっていう意味では経験しやすいのかなというふうには思いますし、まあ、少数精鋭ならでは上層部だったりとか経営層の方々との距離がとても近かったりするので、ご自身の意見を通しやすかったりとか、コミュニケーションが取りやすいっていう意味では風通しがいいっていう言い方があるかと思いますけども、そういったご志向がある方はスタートアップ非常に向いてるかなと思います。で逆にそのデメリットというか懸念点となりうるポイントとしては、やっぱりその事業の立ち上げフェースだったりすると、まだまだこれからビジネスがうまくいくかどうか分からないっていうところもあるので、中には日本法人立ち上げましたけど何年か後に撤退しましたっていうようなこともあるかと思うので、安定性だったりっていうところを気にされる方っていうのはちょっとスタートアップは控えた方がいいのかなとも思います。他にも大手の外資系の企業にないところで言うと、例えば福利厚生がまだまだ整っていなかったりっていうのもあるかと思います。っていうのもやっぱり日本のマーケット、日本の法人を立ち上げてからどんな福利厚生があるといいのかだったりとか、まだまだリサーチが足りなかったりとか資金が足りてなかったりっていうところもあるかと思いますので、福利厚生っていうのも一つベネフィットとして大きいところではあると思います。他にもそうですね、やっぱり先ほどこういう方が向いてますよっていうところでお話ししたように、少数精鋭で裁量権が大きいっていうことは、やることもかなり大きくなってくるのでハードワークになってしまう可能性があるっていうので、お給料は良くても残業時間も長かったりっていうところもあるかと思うので、ワークライフバランスに懸念がある方はどちらかというと大手大きいところで安定性があって福利厚生もしっかりしているっていうところの方がマッチするのではないかなとは思います。確かにそうですね。ですのでやっぱりご自身の志向に合わせてそのキャリアの選択、外資系のスタートアップの方に行くのかだったりとか大手企業のところに行くのかっていうのを選んでいく、選択していくのが大事かなと思っております。ありがとうございます。皆さんぜひこのコンテンツですね、よかったと思ったら、いいねを押していただければと思います。またタリスマンのチャンネルサブスクライブもよろしくお願いします。しんごくんありがとうございました。ありがとうございました。